うございます。こんにちは、こんばんは。牧健一です。よろしくお願いします。パート5になるのかな？まあ、だんだん数えられなくなっちゃうんですけど。いや、させていただきます。まあ、前回は、ちょっと、すいません。録画前回できてなくて。ソウルイーターの月葉まんまムジュラパクってるっぽいことを思い出した。へー。まあ、でも顔を描くっていうのはよくあることですからね。そういったらなんかもう何？ジュール・ベヌルだっけ？ジュール・ベヌルのその月世界旅行みたいなやつも顔描いてあったような気すんな。ほら言ってた、ほら、あの覚えてる？今日言ってたピンポン玉を投げつけてごめんねって言った相手だよ、これ。カズヤくんだよ、これ。カズヤくんだよ。行こう。いや、妖精は困りましたね。ほんとうんざり。もうだから、やると決めたら一日がかりでやんなきゃダメね。町の人間の悩みを聞くとかもね、やりたいね。あ、こいつらは、あら、耳たぶんカミカミしたくなっちゃうわ。じゃあ、あなたは耳、やっぱ同じだね。山、谷、谷じゃないんだよ、山。方角が分からない。ルルルルルルル。おチンクル、それ売ってくんないか。チンクル、売ってくれ。売ってく、売ってんの？チンクル、有能マップマスター。チンクル、売ってくれ。いや、これスパイですよ、これ。アップルウォッパーに行ったら役に立ちますよ、こいつ。あの、入っちゃいけない、入れないようなところの地図も詳細に書いてますからね。自分の能力に全く気づいてない。あー、同じか。ありがとう。ジングルジングルグルリンパン。潜入捜査で最も役に立つ男。やば、よし行くぜ。変身。スノーヘッド、氷系か。いけんのかな。なに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 、これやってやるぜ。硬い硬い。尻尾か。え、尻尾だ。楽しいよね、戦闘ね。シャドウリンクと戦うのすげえ好きだったもんな。小さく小さく踏み込む。あいにくスピードない。このジャンプ切りってね、ダメージでかいんですよね。小さく小さく。ナビ、チャット、アドバイス。どのかも知らないの？動きが乗れるから後ろに回り込むわ。わかった。なんかある。あ、音楽が書いてある。おお、何ルピー？ 50、いいね。あ、あ、スタルキット。ほら。何これ。え、吹いてみよう。やべえ、面白いね。見え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 。ちょちょちょ、
見え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 覚える、左上右左上右ん左んあはいはいはい、おなんだよどっちが正解ルートだ。いやーなんか冒険してますねこれね、冒険が半端ないですね。お50ルピーでも捨てがたいな。やべ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 、うわーくそー、あ強い、すーんどっから、あーあー結構ロスだな、強いな洗礼を受けたな。山ってどこよ、なんか何かあったらショートカットできそうですね。おガタガタ完全攻略法、ドドンゴ完全攻略、でででで、あーっしょ、金くれ、うわー強いなー、オタク強いね、強いね、まともにカシオペアップ、髪入っているイカ役こんな装備じゃちょっとまずいかもしれないな。すいません、横通ります、ちょっと通ります、ラピード完全に攻略したわうそー、こいつ狩れればお金稼ぎになりますよ、今早い、あーなんか変なネズミ、爆弾ネズミだ、なになにここ、ふいふい、あいやーくそー、柔らかい土ありやがる、やめろって、こいつら豆買わないとな、うわうざって、見てーよこいつ、弓がないとダメなのか、やべちょっと神風すぎるこれ、戦士だこいつら、変身、お前こっち来れんのかよ、
え、なんかダメなのこれ。うん、すげえすげえ、あかんあかんあかん。なに、もう邪魔な策ね。あんたが行きたいならこれを飛び越さないとダメよ。だけど今のあんたじゃ無理ね。諦めましょう。馬が必要か。やめてくれ、ほんと、やべ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 えな、ここすみません。エジリヒロのゾミ、おはようございます。エジリさん、おはようございます。痛い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 。やめてやめて、ほんとここきついわ。タミフル高原。ハートでハート出てくれ。よし。やめてくれ。やばいやばい、あーもうこれやばい、米軍が恐れるわけよ米軍がノイローゼになるわけだよこれ。やめろおかしいおかしい、ちょっと通りますよ。どうやって行くんだろうねここね。あ、ここ？来ました。でもなあこれナビ、これどういうことだい。ほらほら、どこ見てんの、前ばっか見てないで。これ気づかなかったでしょ。気づかないね。返事、へっ、痛いです、へっ、えもうへっ届かないね。弓、あーはいはいはい、変身はぁ、空気弾だ。あれ、やめて、当たったね。ん？うん。入れねえじゃん。やばいのいない？なんかやばいのいるね。なんだろうね。うわ、しまった。え？うお、なんだあれ。あ、歌が違う毎回。へえ。安っ、うわ、効かねえのかよ。まいったな。お、
なんだよ、アタックできるかと思ったら、わーんじかよ、これ無理だぜやべえのしかいねえなぁ。なるほど、夜はここに、お前たちの巣か、これ。なるほど。山に行け。赤い爆弾ってやつかな。ゴロンが言ってた赤い爆弾かな。赤い爆弾っていうか、もっとここには置いてないすごい爆弾がある、ゴロンみたいな。ちょっと散策しますか。豆買わなきゃダメかな。あれ爆弾のところか。あー沈んでる。あいける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 ぞ。いけ、開こうよ。ダメか。水抜けるのかな。ダメだ、頑張って。あーダメか。こっちは何でしょうね。金でも預けに行くか。いや、ループ世界なのに。次元付きなのに、こんな悠長に探してていいんですかね。まあ、ループ世界なんですけど。これ沼地か。沼地の中もね、なんか、ね、ハンター試験会場と、あともう一個なんだったっけな、もうやべえのがあるんだよな。あとまた、祠みたいなのがあったな。これ柔らかいやつ。あ、豆だ。豆か。豆攻めるのありかもしれないですね。豆か。じゃあ豆買いに行くか。手っ取り早く豆が買えるのは沼地か。豆か。豆買いに行きましょう。ウッドウォールも気になるんだけども、おばあ助けなきゃいけないのがね。あ、ウッドウォール行っちゃえばいいのか。あそこから戻るのちょっと半端ないかんな。いやでもあっち行っちゃえ。あれだね、入りなかったところもちょっとチェックするか。妖精いたけど水すくわなきゃいけないから。瓶ももう一個欲しいな。一個不便ね。
沼地にあったね、豆。大将、豆打ってくれ。ピン打ってくれねえかな。え、あれ、俺ここのハートのかけら取ったよ。なんかハートのかけらない、なんか、え、屋根の上にあるぞ。ハートがあんのか、なんだ。あ、大将、打ってくれ。買います。なんかもう3、4個打ってくれ。よし、ちょっとどうせ入れないから探検してみよう。入ってない、これクルーズ系のねところに結構行ってないところがあるんで。俺の方が一歩早い。うわー、しまったー。よっと。ここのハートのかけらどうやって取るんだろうね。しまっ。ラッキー。届かないんじゃないのかな。あ、届かないわこれ。よっ、届かないのかよ。あ、これもハートの器届かないね。よっ、何しちゃうもん。あー、勢いつきすぎた。やめろー、こっからですよね。こっちに行ってないとこいっぱいあるんですよ。でもこの下、うわー、乗るな乗るな。戻れんの。いや、どきょ、音がどきょ。さあ、なにここ。恐怖雲屋敷。あー、スタルボス系いるんだ。あっとっとっと。
ったか。ワンちゃん。あ、グロい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 。お前またやっぱ呪われてるやついんのか。うわ、グロいなあ。助けてくれ。化け物じゃないんだ。雲の呪いでこんな姿に。お願いだ、この中にいる黄金の呪いの雲全部倒して早く。あ、それだけでいいの？で、グロいなあ。そういった倒した時に出る雲の魂を取ることも忘れないで。呪いが解けたらいいこと教えてあげる。早く。苦しい。暴力ならもお得意だよ。任せな。え、豆の穴？なんだこれ。わさわさしてて気持ち悪いですね。そこら中から気配がする。意味わかんねえな。お、いや、買っててよかった豆。いや、足りないね、これね。これ足りませんよね。沼地に買いに行けばいいか。そうはならねえだろ。そう、あ、いた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 。変身。あー、取れねえ。いたいた。ゴキブリだな。どっちかっていうと気持ち悪いな。最高だ。どうやっていくんだあれ。絶対取れねえだろあれ。いや、取れないだろう。スタルチュラいるのか。どうやって飛んだあれ。上から落ちてくんのか。わかりましたよ。これ多分どっかにいますよ。これ引っ張りじゃない。タピーロ、ブーメラン欲しい。ブーメラン欲しいね。あ、掴めない。掴めないのか。じゃあぶっ壊す。そのふざけた幻想をぶち壊す。この野郎。まだいるね。そのふざけた幻想をぶち壊す。思ったよりいるぞ。いて。あ？はしごだ。これね、ちゃんと見渡す能力ちょっと低いよね、私。ちゃんと見ないとね、周りね。うわぁ。気がねぇ。よくできてんな、このゲーム。うえ、決まったぜ。よっ、ああ、決まらないぜ。今日二日目ね。扉があるぜ。あ、これ繋がってるだけか。分かってきたぞ、このバトルのコツが。てか、あの草いらねえじゃん。
ああ、一匹取れないのか。取れませんね、これ。おはようございます。おはようございます。これ取れないな。あ、トラムさんおはようございます。取れないね。やっぱフックショットブーメランが必要なんじゃないのかな。あー、これか。はいはい。やっぱり雲の館みたいなのがあって、雲の館見つけましたね。ファイヤーはしたか。これ変なとこで倒したら取れなくなるぞ。来いよ。なにここ変なの。いや、回転すんのかな。豆いけるこれ。変身いけないよね、これ部屋回転すんのか。ただの模様か。猫、虫。虫だね。虫？まさか虫が取りに行ってくれるのか、これ。新鮮な水です。使わせてもらうよ。これさ、一日でやんなきゃいけないのか。やばいな。なんなのこの大学夏。バカみたいに眠りこけて、もう邪魔なやつね。起こすのか。あ、はいはいはい。目覚めの。ドキンセ。すごいな、ここ謎解きだらけだな。さよなら。ん？ん？あ？あ？なにこれ？俺は入れねえのか。何匹いるんだよこれ。おお、黄色いやつって高いんですね。あ、虫？それ虫使ったことないな。なんだ、虫出てこいよ。
積んだ、危ねえ危ねえ。さすが任天堂、ちょっと焦りましたよ。あー、蜂の巣がある。これ壺の中入ったらどうなんの。え、蜂の巣があるなぁ。よっ、悪魔的作戦思いついた。あ、あそこに壁にいる。おい、なんだ、いた。あー、降りてきてる。お、いた。あ、来いよ。あ、捕まえらんねえ。え、なにこれ、ダメなの今回。むしろ闇ないとダメこれ。てか、でかくねえ、気持ち悪いこれ。あっち行け、あっち行け。でかくない、でかく、気持ち悪い、でか、でかくない。でかい、でかい、でかい。降りてこい。倒したら落ちんのかな。落ちなかったら罪でしょ。いるんだこれ。お、なんだ、気になるな。まだわさわさ言ってますよ。隣でしょ、もう。さすがにないようだ。イエーイ。この壁の裏と見たね。虫ね。なんだこれ。虫を瓶に入れた、逃がせます。小さな穴も、あー、知らなかった。これは捕まえたいと分かんないわ。え？ん？あ、はしご。待て。あと時間。あ、これは、あ、
何もね。くそ、水だよ。穴はここの外周にあったな。急げ急げ。あ、ここにもある穴。よっ。うわ、穴だらけじゃねえか、ここ。うん。お。面白い。え？え、だから？うわ、気持ち悪い。気持ち悪い。いっぱいあるよこれ。あと穴二つだな。水も必要ですよ。いや、瓶もう一個手に入れたいですな。ここ違うか、水か。まあ、一個回すの辛いよね。一個回すきついな。もう蒸し蒸し水水みたいな感じで持ち歩きたいもんな。どっちの穴に入れたかわかんねえよ。どっちの穴よこれ。虫が逃げなかったら、入らなかったら取っちゃうから。音がしない。お、入る入る。こっちじゃないね。よっ、一匹返せ。飛び出し方気持ち悪いねこれね。あ、だいぶ静かになってきたな。ん？死にそうだな。まだここなんかわさわさ落とすんだよな。ここも小さな穴判定なのかな。おお、イエーイ。なんだよ。あ、水持ってくればよかった。これ2階だね。あと出てくんねえかな。ここだ。これ以上あんのかな。知らんよ、もう。ん？後ろにいるじゃん。これ避けられないんじゃない？当たるんじゃない？これひどいよこれ。これ花か。だいぶ静かになったね。
なんだろうね、ここね。豆さ、間に合えばいいんだけどな。え？おう、え、上にも来るの？え？で、なになに？どこよ。なるほど、そういうことか。あ、ムシムシ。あと2時間、20時間。見え。ハチやめてくれ。よっ。なんかいるな。でもさ、あれさ、倒したら落ちてくんのかな。いるね。気持ち悪い。でも木の上登れないよ俺。やっぱ道具足りないのかな。うわー、この鉢すげえ気持ち悪い。どうやって行くんだこれ。あー、これかー、ミスった。失敗ですよねこれ。あー、これだ、失敗だこれ。これですよ。違うな、わかったぞ俺。お、ラッキー、これだ。
あの木の上どう行くんだろう。やっぱり落とすんだったな、あれミスったな、これダメでしょ。あ、いた。これダメな予感しますね。ラストで、いや、体当たりだよ。体当たりしてからだよ。復活してんじゃないのかな。一回外出るか。一ターンで全部とかこれ無理ぞ。おい、だいぶ集めたぞ。もういいよ、あの顔人間にしてもらって、足雲でいいだろ。手足雲でいいだろ。なんだこの犬。やばいな、ラストデーか。これで多分敵復活してるでしょ。行く行く。こっちか。下から行けないっけ。はしご、よし。豆残ってる？頼むよ。マックス押しろ、マックス。生き返ってんだ。予想通りだ。ヒュー、いないな。よくやったぞ俺。あとどれ、30匹ってところか。落としないぞ。するんだな。え、どこ、ここえ、マジどこ？こっちだな。でも音がしなくなる。この部屋ってこと？まあ、わかんねえ。いや、壁の裏って感じ。マジどこ？蜘蛛の巣全部落とした。落としたよ俺は。壺の裏か。
やばい、時間がね。え、どこ？わかんねえ。どこだよ、音の定義がわかんねえ。壺の中？左から聞こえるんだけどな。わかんねえ。またこのパターンか。トラ猫、デカツボ回転アタック。あ、ネタバレどんどん出てくる。俺がもだえてるのに。ほんとだ。こりゃその発想はなかった。この野郎！あと一個！やばい。このフロアか。上だな。トラ猫、時のオカリナでもやったでしょ？やりましたね。いや、でもツボは覚えてなかったな。ツボは覚えてませんでしたね。お前かー！ついてついて、よしよしよし、軽軽軽軽、帰ろう帰ろう。え、気持ち悪い。雲の方が良かったんじゃないの？あー、助かった、死ぬかと思った。いや、実は以前あるやつからお金持ちになれるからと言われて、ここでこのお面もらったんだ。使い方この中のどこかに書いてあるって言われて、シアミキからこのありさまさ。こんな思いをするぐらいだったらこんなものいらないから君にやるよ。おっさん。誠の仮面、おお、誠の仮面。いただいた。確かシー家族に伝わる不思議なお面。ゴシップストーンや動物の心を見通せるらしい。あんなお前すでもうゴリゴリだ。気持ちが落ち着いたら帰るよ。動物、俺もう犬に嫌われててさ。こんなバカ主人にはほとんど愛想がつく。本当ならレース犬のこの俺がこんなところで何やってんだか。ああ、牧場が懐かしいな。なるほど、生き物の心がわかる。面白いな。なんか思わぬヒント持ってるかもしれませんね。
あとじゃあちょっと金を預けに行こうか。やったぜ。あーしまった。何やってんのリンク。あぶねえ。金預けて結局氷の世界には行けないので、なんか見えるよって言ってて、なんだろうね、教えてもらって。歌かね、歌で壊すのかね。とりあえず金預けるぜ。巨人の歌みたいなのがあったから、これかな、誓いの号令、これかな。お、で全部道具売って帰ろう。こいつほんと腹立つ。おい、どこ行った、あのデグナッツは。顔見るとイライラするんだよ。だけどね。預かってくれ。預ける預ける、預けちゃう。あ、時間潰さなきゃいけないから一回10ルピーか。彼女映画のダーリン&ハニーヤに行くか。それで10時になったらマニアに来て売って、解散で。もうここはもう攻略ですよ。もうほぼ攻略立ってますね。おーい、爆発させるぞ。え、なんか趣旨変わってるじゃん。ババアの的当て屋で鳴らすんだ、こっちは。あれ終わりなくない？シェイボム宙じゃないの。見た外反にパーフェクトだって。仕方がない、彼に僕たちの幸せを分けてあげよう、ハニー。金だ金だ。顔がにやける。悔しいからもっと見せつけちゃいましょうだ。あれ賭博場だったのかここ。何、あ、さっきパーフェクト取ってくか。また遊んでく。待って待って、今日の夜までよ。いいよ、荒稼ぎしちゃうよ。だけど台から落ちちゃダメなのよダーリン。じゃあいいかい、ミュージックスタート。バカだなお前、パーフェクトボーイに2回バラせる。稼がしてもらうぜ。あれ時間短くない、なんか
パーフェクト見てない犯人パーフェクトだって。仕方がない、彼に僕たちの幸せを分けてあげよう。金金金いいの、何、あ、いい時間、あと2、3回遊んで帰るよ俺あと1回だな、それで多分マニアが開くわ。危険な日なんだ今日は。最世界が終わる日だよ。まあ世界の終わりはこんな感じがいいのかな。稼げるぜ。ボム銃より よっぽどいいな。いや、やめて。焦った。さすが64のコントローラー。稼いじゃったね。おう、ちょうどいいわ。あ、ちょっともういいわ。もういいっす。あ、え、なに、ちょっと待って、え、なんかいる、あ、え、何してん自分。え、逃げるよ。髪をつけたスタルキッドにバラバラにされてしまいました。クロックタウンの北の妖精。え、またあ、違う、ランダムなんだ、1これ。そうなんですね。ごめんなさい、戻しません。あ、妖精の場所ランダムなんですね。あ、もう一ゲームできた。売れるもん大してないな、豆。まあ、こんくらいかな。普通になんかもらえない、財布拡張してくれないかな。実際のさ、この時空ものとかでさ、このタイムリープものでさ、こういう風に金稼げんじゃないの、リアルでも。あー、じゃあのルビー741ルビーたっぷり預けて。あ、まだか。何この音、何この音、何この音、え、もう入る、もう入る。5分前だから。あれ?入れたんだけどな。はい、取ってくれ。あー、盗みたてほやほや、ボム袋か。いや、おばあんとこで買おうかな。爆弾買ってくんない？買えないの？何買い取れんだよ、じゃあここ。何だったら買えるの？豆。買えねえのかよ、てめえ。
お前何だったら買えんだよ。月の石も買わねえ、土地の現地書も買わねえ。なんだこいつ。帰るぞ。すいません。では、あれですね。一旦、ちょっと動画区切ります。え、帰りない。目覚めの人なんて、ちょっと、なんだよ。ちょっと、どれだよ。もう、覚えらんねえ、俺。うん。じゃあ、一旦動画区切らせて、させていただきます。お疲れ様でした。また、明日。失礼します。